アサトヤクヤ山生誕の地安ヤクヤ山の墓、アサトやユンタは、沖縄県の八重山諸島の竹富島に伝わる雇用。これを元歌に参戦で節をつけたのがアサトや説である。さらに1934年に星活作詞、宮長情報作曲により、標準語でレコード化されたアサトやユンタがあり、雇用と区別して、新しい安リやユンタとも言う。 日本全国に広く知られているのは、この3番目の、朝サトやユンタであり、これを元歌に、鹿児島県の奄美群島で、奄美チンダラ説が歌われるなど、替え歌も作られている。ユンタは労働家の一種であり、田植え歌として歌われた。楽器は使わず、男女掛け合いで歌うことが多く、掛け合いが重なる部分では2部のコーラスに聞こえる。また、 力を入れる時のタイミングを合わせるために力強い、林が入る。朝とやユンタは、琉球王国時代の竹富島に実在した絶世の、美女、アンリやクヤマと、王府より八重山に派遣され、クヤマに一目惚れしたマナザッシュのやりとりを面白おかしく、描いている。ヒアンリやぬクヤマに、ようさあゆいゆいマナザッシュぬこつゆたらよう、ハーリヌ、チンダラチンダラよ、うまたハーリヌチンダラチンダラよ、う 竹富町民洋君君子八重山では、1637年から、琉球王国が過酷な人頭税の取り立てを行っており、庶民が役人に逆らうことは普通では考えられなかった。そんな中で、眼差し種の球根を跳ねつける久山の貴城さは、八重山の庶民の間で、反骨精神の象徴として語り継がれ、ケツの田植え歌と結びついて19世紀初頭までに、 朝戸やユンタとなったと考えられている。歌詞は二十三番まで続き、四番以降では、久山に振られた眼差しあるが、ならば、お前より美しい娘を見つけて、嫁にすると言って、久山とは彼、イスケマという娘をめとって郷里に連れて帰る家庭を、描いているが、一般に歌われるのは六番までのことが多い。なお、朝戸やユンタの本家である竹富島では、朝戸やユンタは、 アサトやユンタといい、濁音の、ドではない。これは、久山の聖歌であるアサト家の野号が、アサッテと呼ばれているためである。アサトや説は、歌詞の単意こそ前述の、アサトやユンタとほぼ同じであるが、三線で伴奏し、節をつけて、歌うため曲調は大きく異なる。アサトやユンタを節歌調にアレンジし、氏族の間で広まったのが、アサトや説ではないかとされている。 八重山諸島の中でも、竹富島と石垣島をはじめとする田の島では、歌詞が異なっており、竹富島外で歌われる、朝戸屋説は、久山が結婚するなら、同じ島の男がいいとの理由で、愛挿し種の求婚を拒む内容となっている。朝戸屋沼山に、両目差しぬこつゆたらよう焼き用ぬよばなおれ、芸能の原風景さあ浅戸屋沼山によさあ、 ゆゆやんちゅらそうなりばしをまたはりぬちんだらかぬしゃまよ、とのしろむらこようしゅうなお、たけとみしまでの、あさとやせつの後半は、あさとやせつの調子の、にあげ調子のまま、あさとやゆんたの旋律に変えて歌われるのが、しゅしとりまつりなどでの舞踊曲での通例である。なお、沖縄本島の舞踊曲として参した上司の、早引き曲、あさとやせつが、花がさせつに続けて演奏され踊られるが、これは、 八重山諸島に分布する朝戸谷節を大胆に崩した早引き曲であり、八重山諸島の朝戸谷節とは趣を大いに意にするが、基本的な男構成は八重山諸島の朝戸谷節の原型を保っている。加えて、大浜安友著の八重山古典民謡君君氏池間には、早引きの朝戸谷節が収録されている。 1934年には、石垣島の白保人城高等小学校、大表教員で、後に立法院議員となった星勝が作詞、沖縄主犯学校で音楽教師を務めていた宮永長法が作曲した、朝都やユンタが、コロンビアレコードより発売された。これによって、朝都やユンタの名が、日本全国に広められた。現在は、 単に、朝戸やユンタというとこのレコードバージョンを指すことが多いが、雇用の朝戸やユンタを知る人は、このバージョンを新しいアンリやユンタと呼んで区別することが多い。改作にあたって歌詞に標準語が用いられているが、原曲の詞を直訳したものではない。後年、多くの歌手が朝戸やユンタと題するカバー曲を発表しているが、これらは、ほとんどが、新。 朝トやユンタの歌詞を用いている。このシーン、朝とやユンタで使われている、標準語の歌詞は、大阪コロンビアレコードの担当者からの依頼で、難解な沖縄の方言ではなく、標準語による新たな創作歌詞により、広く、日本全国に沖縄民謡を広めたいとの趣旨で、宮永長法らに依頼され、改作されたものであり、他に、新派と魔説、新公説、 新春カネーなどの楽曲もリリースされている。沖縄では、八重山民謡の有名レパートリーとして、多くの民謡歌手がレコーディングしている。2013年3月17日には、星勝の出身地白穂の公民館に花火が建てられた。さらに、展開型として、このシーン、朝とやゆんたの替え歌が、第二次世界大戦前から戦中にかけて、沖縄県内外を問わず、 広く座教の場などで様々な歌詞で歌い遊ばれていた。例えば、鹿児島県の奄美群島では、奄美独特の高いキーの参戦の伴奏で歌われた、ある程度固定化した歌詞の替え歌が、奄美チンダラ説として愛称された。奄美市のセントラルレコードから、奄美新民謡の一つとして音源が、複数発売されており、奄美民謡騒乱編、2011年、 南方新社館にも掲載されている。ただし、天道ちんだら説は林の、さあゆゆを2回ずつ続ける点が異なる。このように、新しいアンリーやユンタの替え歌が多く作られるようになった原因は、曲調が明るく、演席の座教で歌うのに適しているのみならず、歌詞を構築する拍数が、日本の本土で広く歌われている7.7、5兆で作られていることが大きく。 多くの日本民謡や俗用の歌詞をそのまま当てはめて歌えることがある。例えば、秋田県の民謡であるドンパン説で盛んに歌われる7775長の歌詞、めでためでたのはかま様よ枝も栄える葉も茂ると差し替えができるため、同じ時数の日本民謡の歌詞を転用するなどの形で即興で歌ったり、歌詞を創作して載せるなどして、 日本全国に広まったと思われる。現在も沖縄料理店などでのライブやコンサートで替え歌が歌われることもよくあり、例えば天見島歌を歌う上南海もライブでよく即興で替え歌を作り歌っている。香港では1995年に無宣伝次第のドラマ近畿話大上のテーマ曲、講師枠として関東語の歌詞をつけロマンタムが歌った。またシンガポールでは 仏教歌曲、菩薩美として中国語の歌詞をつけ、悟る絵法音合唱団が歌った。林として歌われる、また針りのチンダラカヌシャマヨは、八重山方言の古語で、また会いましょう、美しき人よの意である。さあ、ゆいゆいは、調子を合わせる愛の手であって、特に意味はない。この林がインドネシア語で、太陽は我らを等しく愛するの意味である、等の説もある。これは、 またハリシンタかみせあるいは、またハリメンキンタイ神様など、音が近いインドネシア語を当てはめる手文章が作れるためと思われる。また、インドネシアバリ島のバリ語では、またハリヌが、太陽の島という意味になる。しかし、発祥地である竹富島で歌われているアサトやユンタの、林部分は、ハーリヌチンダラチンダラよと歌うと女性が、 また、ハーリのチンダラチンダラよと回縮する形になっており、またハリの一語と考えるのは、区切りを間違った異分析である。また、主に、石垣島で歌われる歌い方に強く影響されていると考えられ、信憑性に欠ける。竹富町教育委員会発行の竹富町雇用集、先山三郎著、竹富東くんくんし、上瀬戸徹著、 竹富島市別冊竹富町雇用集一から五巻、などに竹富島本来の朝戸やユンタの記載があり、上記のインドネシア説と対応する、林とは異なっている。竹富島の朝戸やユンタは、国の重要無形民族文化財に指定されている、竹富島の主人の舞踊曲の一つであり、この芸能の解説等は、崎山三郎による、竹富島君君心に基づいて全文が文化庁に、 提出されている。他方、マ、ま、タハーリーヌチンダラカヌシャマヨの歌い方で記載されている、雇用集として、石垣矢坂開発行、石垣村雇用集、戸野城ユンタ保存会発行、戸野城村雇用集などがあるが、いずれも石垣島の雇用集である。よって、インドネシア語説は発祥の地の伝統的な歌い方を知らずに、似た音の語から想像した俗説である。 1934年には、石垣島の白保人城高等小学校、大表教員で、後に立法院議員となった星勝が作詞、沖縄主犯学校で音楽教師を務めていた宮永長法が作曲した朝戸やユンタが、コロンビア日本各地において本曲のカバーが発表されている。主なアーティストは以下の通りである。歌詞は前述の通り、大半が新、 朝とやユンタに寄っているが表題はすべて、朝とやユンタである。ありがとうございます。